私と遊ぶ？それともデーモントライブで遊ぶ？デーモントライブ。世界観にかなり力を入れています。キャラクターやデーモン、その他ガジェットに至るまでグループ SE兄さんと協力して細かいところまで作り上げております。チャレンジャーっていう部分がゲーム業界だとセガの立ち位置だし、そんなところに力を入れてどうするんだっていうようなところに力が入って、そういう意味でやっぱりセガの本気っていうのがすごく感じられるようなゲームになっているとは思いますね。スマホだからっていう妥協は一切しなかったですけど、まあ、従来のスマホの常識を打ち破るような、作品ができたんじゃないかなというふうに思っていますけど、例えば映画音楽のようにダイナミックでシンフォニックな壮大なものと、現代的なエレクトロニックなサウンドの2つを融合させたサウンドっていうのをガツンと狙っていった感じです。いくぜ！気合、後戻りしない感といいますか、前しか見てない感じがすごくそのゲームに乗り移ってんじゃないのかなと。覚悟！もう率直に言って、とにかくやりたくなるんですよね。ものすごい戦いが待っていそうな、そんな作品じゃないかなと、はい、思います。行くわよ。独特な世界観と音楽がすごくかっこよくて、見ただけでゾクゾクしてしまうぐらい世界観が魅力的なゲームだなと思いました。うりゃお高いのかなと思ったら無料でできるってのを聞いたので、スマホのアプリにもちょっとデーモントライブでデビューしてやっていきたいなと思っております。このまま突き進む。ゲームをやるユーザーの視点に戻ってみたときに、新しい時代に合わせた新しい遊び方があるなと思いました。デーモントライブは最高のスタッフが、集結して作り上げたゲームです。セガならではの一つのものを作り上げるために、全力で挑んでいくという、そのような本気が伝わるゲームだと思います。ぜひご期待ください。デーモンである。世界中の異形のものを本格的にデーモン化させていて、なかなか興味深いゲームである。我が輩の演じた総督も魔物としてゲームの中に登場参戦させることができるぞ。諸君もデーモン使いとなり戦いに勝利するがよい。あくまで戦え。